あの株の技術を身につけたら、まあ、どういうふうな暮らしをしたいのか、まあ、どんなね夢を叶えたいのかいやこれをねですよでこの夢ってものがまずねポワッと浮かんだらじゃあその夢実現のためにいくら必要なのかなとそしていつまでにそれをしたいのかなっていうふうなこの2つの要素をね次の段階では はっきりしとかないといけないのかなと思います。まあ、はっきりと言ってもね、それ一1円1000円単位までピリッとお金額を出せとかね、予算化しろとか、それから何月何日まで正確に期日を設けようということではないんですよ。まあ、例えば私がね、今、えー、と49歳なんですけども、40歳になった時にね、こういうふうに思いました。ネットビジネスと言われるもの、いわゆるアフィリエイトビジネスなんですけども、これをマスターして、一体ね、 いつまでにいくら稼ぎたいのかってことをまず考えたんですよ。大体3年で1億円を突破する。これ以外はないなと思いました。これができなければその先はもうないと思いました。で、3年で1億突破するってことは、1日にね、1日あたり10万円の利益なんですよ。ね。10万円の利益かける300数十日かける3年ですからね。まあそうすると、どのぐらいのペースでアフィリエイトを マスターするために時間を費やせばいいのかってことが大体出ます3年間かけてしまってはどうしようもないですよね1年でもちょっと遅いかなと思います、まあ、せいぜい1ヶ月なり3ヶ月でアフィリエイトをマスターしてその間もしかしたら収入がないかもしれないけども4ヶ月目とか5ヶ月目からはもう爆速でね毎日10万20万というふうな利益を上げていくっていう風うな形を取らなくてはなと思いましたねえそして やっぱサラリーマンの方でしたら定年退職ってのがね一つのキーポイントになると思いますけどもそれが大体65歳とかっていうふうな目星をつけるとするんですよここがね大きな落とし穴じゃないかなと思います何の落とし穴かっていうと65歳まで働くんだったら別に株やらなくてもいいじゃんとかねネットビジネスやらなくてもいいじゃんって話になるんですよなんでネットビジネスをやりたいのかなんで投資で一山当てたいのかそれは 65歳まで働かずになるべく早くそう聞いていりたいはねしたいからだと思うんですよねそれが50歳でもいいし40代でもいいわけですよ稼ぐ技術時間とお金の自由を手にして43歳で会社を退職あとはその自分の裁量で稼ぎながら自由な時間を過ごしていくそんな40代とか50代が過ごせたらどんなにいいだろうと思いませんか というのがね、60を過ぎると、65歳を過ぎると、いやその時まで5体満足でいられるかなっていうところが大きいですよ。うん、それから、こういったあれですけども、60半ばまで今の家族は一緒にいてくれるんですかっていうことですよね。え、現在私がですね、49歳で、まあ奥さん17歳下なんですけども、大体時間とお金の自由がありますから、大体毎日一緒にいますね。 で奥さんはたまに私の目を盗んでカ,レーあのカラオケに行くみたいですけども <laughs> 私はもう全く家から出ないですねそれこそ車を詮車するぐらいですまああの言ってみればうん趣味をなくしたっていうかね会社勤めがないんで会社付き合いがないんですよだから誰とも時間を過ごさない誰にも時間を取られない形なんでこうやって動画を撮っていられるし動画にゴッドファーザー動画に返信もできるわけなんですよね まちょっと話ずれそうなんで、えー、戻しますけども定年退職まで働くことを考えるんだったら株もネットビジネスもそんなに重要ではなくなってくるんですよやっぱり一刻も早く60になるまで50になるまで40になるまでにまだ健康で自分の体が動いて多少なりとも人間関係が充実してそして家族もまだ若い段階でいろんなことをしたいんじゃないかなと思うんですよもちろん年を取ったから 遅いってわけではないんですけどね。できれば一歳でも若いうちの方が楽しみ方はたくさんあるかなと思います。うん。まあそういった感じでね、いつまでにいくらぐらい必要なのかなってことが、この夢には必要だなと思うんですよ。大体でいいんですよ。いつまでにいくらみたいな感じでね。で、繰り返しますけども、私の場合は20代で独立、30代で年収1000万。このぐらいのね、 気持ちでサラリーマンしてたんですよ。だからサラリーマンを辞めて27歳で辞めたんですけども、あ、自分の会社をするために、会社辞めてね、えー、すぐにできたなと思ったんですよ。で、自分の会社をするのは独立するのはすぐなんですよ。利益を出し続けながらの独立は、ほとんどの人が達成しないんですよ。まあですんで、30代、右に行ったり左に行きながら、年収1000万を目指したかなと。当時サラリーマンの私でしたら、年収1000万って雲の上だったんですよ。 今は雲の上どころじゃなくて、まあ、月に100万とかはスタートラインだなと思ってますよね。定年退職も、その退職金もないですからね。うん、さあ、あちょっと長くなっちゃいました。ゴッドファーザーとしては株で自由を手にしたら何をしたいですかいつまでにいくら手に入れることがそれに当たりますかそして、どのぐらいのスパンでね、株を自分のものにしたいのか 株で稼げるように時間とお金を株の力によって手に入れるためにはあと何ヶ月ぐらいかけるつもりなんですかとか、ね、こういうふうに具体的に彫り込んでいくといいんじゃないかなと思いますさあ次のアンサーでね今の時点でどのように考えてるかってことをこの3点ですかあのお聞かせいただいたらいいかなと思いますより自分の夢が具体的になると思います、まあ、それからね定年退職65歳かもしれませんけども 本当に65歳までどうなんですかね。働きたいのか。それとも、職場ってのは特に必要なくって、同じ趣味を過ごす仲間がいればいいのか、家族がいればいいのか、一人でも大丈夫なのか、こういったことも大事な点になるんじゃないかなと思います。私にとっては職場はいらないというふうに言うんですよね。<laughs> 職場実際ないですしね。まあ、言ってみれば YouTube に毎日出勤してるかなってところです。 世界一の会社、YouTube に私は出勤して、そこから給料もいただいているという形でございます。<laughs> いかがでしょうかでは、いってらっしゃい。ごっとくださ